岐阜県麦城有地町地図1911年、美濃町はかつて岐阜県麦郡にあった町である。現在の美濃市の中心部及び長良川、板取川沿いの地域に該当する。美濃和市の産地であることにちなんで、1911年に旧町名の上内町から改名。現在の美濃市は美濃町が市政施行したものではなく、美濃町と周辺六村が合併。 姿勢思考したものである。ここでは、上内町と美濃町とを共に述べる。関ヶ原の戦いで東軍で戦った金森長地川徳川家康から、口群かな山より岩佐谷口までお方放されて和紙で栄えていた上内の町づくりを進めた。当時の町は、長良川近くの低地にあり、たびたび洪水の被害を受けていたために、1605年町を、 現在の高台に移した。高台に移設された神内は、水の瓶が悪く、たびたび大火に襲われた。その歴史を、うだつの上がる街並みと、屋根に祀られた秋葉様で見ることができる。うだつとは、もともと火災の時に、林火からの炎症を防ぐための防火壁であった。隣り合う、切り妻作りの屋根を一段高くして、防火壁とし、 板吹屋根に袖壁を一段高く四股屋根をつけ、江戸時代には板吹屋根に板うだつが大半であった。城下町から昇華町へと発展した上内では、このうだつは防火壁の機能とともに、商人の権威の象徴としての意味も含むようになった。商人は競ってうだつを上げ、うだつが上がらないの古言ともなった。鬼瓦等で豪華に飾られた。 上内のうだつは、江戸時代後期明治5年にかけて作られた19棟が、今も残っている。その町並みは貴重な建造物群であるとして、文化財保護法に基づき重要伝統的建造物群保存地区として選定され、その中でも代表的な異例である小坂義春家の住宅は、国の重要文化財に指定されている2月3日指定。秋葉様とは、静岡県にある、 秋葉神社の日の神で、組地区ごとに屋根に祭り、毎年代表者が大賛している。ありがとうございます。